煙雨が夕方からささめ雪になった神崎は温泉旅館の羽織に下駄をつっかけて千代子が待っている居酒屋へ向かった千代子は神崎が6年前に別れた妻であった「また金の無心か」と神崎は雪空を見上げながら頬を進めた。 足の親指がかじかみ雪が目にしみた羽織の懐には祝儀袋に包まれた30万円の現金が入っているこの日神崎が公園でもらった謝礼金であったこの温泉地では旧街道の町並みを復元する計画が進められ街道文化を専攻する神崎は 講師として招かれたのであった千代子は神崎が来ることを講演会のポスターで知ったらしい講演会が終わって宿へ帰り川沿いの露天風呂に浸かろうとした矢先千代子から電話がかかってきた神崎は30歳で千代子と結婚し35歳の時に別れた。 千代子は神崎より3歳下だから38になっている離婚して1年目に千代子は金を借りに来た男に騙されて貯金をすっかり持っていかれたという本当のところは分からぬが神崎は30万円を渡した千代子は当然のような顔をして金を受け取った その千代子からしばらく電話がなかった人づてに千代子が九州嬉野温泉に住んでいることを聞いていた神崎は嬉野温泉へ来るときにふと千代子のことを思い出したがまさか本人から電話があるとは思ってもみなかった金を無心されるにしても 千代子に会うことは神崎を軽い緊張で興奮させた30万円渡してから千代子がどうなったかずっと気になっていたしかし2年3年と月日が過ぎるとそういった心配は和らぎ4年5年もたつと千代子は遠い昔の思い出の女になっている それでも「事の成り行きではこの晩千代子を抱くことになるかもしれない」と神崎は無双した温泉町の夕暮れが神崎に艶のある色ごとを妄想させるのであった電話で千代子のかすれ声を聞いた時昔の記憶がむっくりと頭をもたげた。 千代子が指定した店は川っぷちの古い共同浴場の角を斜め左に入った路地沿いにあって白く「温泉豆腐」と染め抜かれた赤ちょうちんがぶら下がっていたのれんをくぐって店へ入ると奥の席にいた千代子が神崎を見つけて手を振った「あなた頭の毛が雪にまみれてしまったよ」。 千代子は静脈が浮いた白い手で神崎の頭に積もった雪を払った。九州でも雪が降るんだな。うん、この辺りは結構積もったりするんです。私も来た当時は驚いたわ。千代子はフル女房の手つきに戻って神崎の頭の毛をハンカチで拭いた。目尻のシワは増えたが と寄り添ってくる時の勝ち気な気配は昔のままで神崎は千代子のうっすらと脂の乗った白い首筋を見つめた「あなたと湯豆腐を食べたいと思ってさこちらに来てるのを知ったから居所を調べて電話をしてしまいました」「今はどうしてるんだ?」 こっちで働いているとは聞いていたがいきなり電話をしてくるんでびっくりしたぜ千代子は板場を振り向いて「ぬる缶一本つけてくれそれから湯豆腐二人前だよ」と注文したちょうどいい塩梅に外は粉雪になり湯豆腐の味がしみる夜になりました昔あなたと会った時は 渋谷のガード下の居酒屋で湯豆腐を食べたっけまだ結婚する前のことであの頃食べた湯豆腐の味が忘れられなくてさそれで呼んでしまいましたうんそうだったガード下はビュービュー木枯らしが吹いて飲み屋のガラス戸から隙間風が入ってきてたたきの上で渦を巻いた。 神崎はその頃、助教授になりたてだった千代子は大学事務室に出入りしていた小さな印刷屋の娘だった2人がよく通ったのは痩せぎすの老婆が一人で切り盛りをしているうさぎ屋という飲み屋だった時折若い子が店を手伝いに来たその店は安物のブリキの鍋で湯豆腐を出した湯の表面に 天井の蛍光灯が反射し湯気で揺れ二人で豆腐をつついた湯豆腐で二人でちびりちびりと飲んだなあの店の豆腐は豆腐に布巾の芽がついていたそれに太いネギ。<laughs> あなたはネギ光線って言ってた。 映画館の映写室から出てくる白い光線にネギが似てるって <laughs> あんなこと言う人はいないから変な人だと思ったわ酒が運ばれてきた千代子は神崎の杯に酒を継ぎ「誰かいい人ができたの?」と聞いた 一人のままさ君はどうした千代子は含み笑いをした仲居をするつもりでここに来たけれどガソリンスタンドの社長に見初められて3年前に結婚しました25歳も上の旦那さんああそりゃよかった いい人よ。奥さんを亡くして7年目にあたしと出会ったんだって風鎖は上がらないけどさあたしを大事にしてくれる千代子の指にプラチナの結婚指輪がはめられていた襟が広いベージュの上着も千代子好みの高級品だった 湯豆腐鍋がガスコンロに乗せられた唐津焼きの土鍋に真四角に切った豆腐が八つ入っていたこれがここの温泉豆腐ですよ温泉の湯を使ってるのこれをあなたと食べたかったあなた昔言ってたろう、湯豆腐の湯気は地球が生きている証だって えー、そんなこと言ったかな言ったわよ湯豆腐の豆腐は女湯に浸かる女の裸のようだってそれがあなたが湯豆腐を食べる時の決まり文句だった湯豆腐を眺めるのは女湯を覗く気分だとも言ったわ神崎は酒を千代子の杯についで自分の杯にもつぎ と飲み干した10年以上昔の記憶がゆるりと立ち上ってきたうさぎ屋の湯豆腐には塩だらの切り身が一枚入っていたネギ二切れとしいたけと春菊も入っていた安物の湯豆腐でブリキの据えた匂いが喉にしみた。 お魚に酒を飲んだ夜は渋谷百軒棚裏のホテルで千代子を抱くのが習慣だった朝うっすらと汗をかいている千代子の背中に唇を寄せると塩だらに似た塩味がした何考えてるのよ <laughs> 昔のことさ、君の背中の汗が湯豆腐の中の塩だらみたいだった何言ってるのさ私の裸を湯豆腐のように白くて柔らかいって褒めたくせにあ <laughs> そうだった湯豆腐を食べるように君を抱いていたんだぜ。 温泉豆腐がぐつりと音を立てた湯の上に豆腐が浮き上がり品を作りながら揺れた神崎は箸で豆腐をつつこうとした大きめに切られた湯豆腐は柔らかく箸の先で二つに割れたこれですくうのよ千代子は網目のし子で湯豆腐をすくって神崎の取り皿に入れた 湯豆腐はスルッと皿の中へ落ち白い湯気を立てた豆腐へ削り節をのせると湯気にまぶされてゆらゆらと踊ったその上へ緑鮮やかな刻み浅つきを振りかけて濃いだし醤油をかけたあとはすり生姜を少々。 すり生姜は因縁をつける味でね豆腐がだし醤油につけられていい気持ちになっているから因縁をつけてじんと気合いを入れるんだ。<laughs> 相変わらず食いしん坊だね千代子が目を細めている前で神崎は湯豆腐を口に入れた程よくぬくまった湯豆腐は舌の上にふわりとのり 喉をゆっくりと通っていった「うまい」山の雲が喉の間を降りていくようだこんなうまい湯豆腐は初めて食べた神崎はうっとりと目を閉じた「ここの豆腐は国産の白大豆と天然のにがりを使っているのよ。 天然のにがりを使うと温泉の湯で豆腐が溶けていくの。どう芯は冷たいうん。真ん中のところだけがひやりとする。芯が冷たいのがお好きですものね。あなたと同じさ。神崎は豆腐を煮すぎるのを好まない。千代子はそのことをよく覚えていた。 豆腐が熱くても芯の部分がわずかに冷たく暑さの中にポトリと水滴が落ちるような感触が神崎の好みだった「私は豆腐の芯まで熱いのが好きよ熱い芯が喉元を通るんですもの甘い言葉で喉がやけどをするくらいがいい」「君は昔からそうだっただけど 煮すぎるる。と豆腐が固くなる芯がちょっと冷たいくらいのを食べてツンとくる冷え加減を酒で温めるのさ神崎は二つ目の豆腐を自分でよそった湯気に息をふっと吹きかけてから薬味とだし醤油をかけ二つ目を飲み込んだ「ああ」 たまらない味だ外は雪が降っているから豆腐の味が一層しみらお前も食べろよ湯豆腐の湯が白く濁ってきた私はごまだれ醤油で食べるわえ昔はポン酢醤油だったろこちらへ来て ごまだれ醤油が好きになったの九州は何にでも白ごまを使いたがるのよそれに慣れてしまったわあなたも食べてみない,いやだよそんなの神崎はぷいと横を向いて酒を飲んだとっくりが開いたので「次は冷酒コップで」と注文した。 だんだん湯豆腐が煮えてくると冷や酒の方がよくなる豆腐が熱いから酒で喉を冷やすんだあなたも趣味が変わったわじゃあ私も冷や酒にしようかしら <laughs> 昔はここで喧嘩したんだ私は あなたたにに合わせればよかったのに若い頃は湯豆腐を食べるたびにあんたに逆らったそれが度重なって別れてしまったのよ今から思うと別れる理由なんて何もなかったそうだった料理に詳しいのが私の自慢だがそれが 欠点なんだ神崎はふーっとため息をついた。千代子と別れて以来神崎は一度も湯豆腐を食べていない。冷ややっこや氷豆腐、入り豆腐、ジブニ豆腐、豆腐ステーキといろいろ豆腐は食べているけれども湯豆腐だけは食べていないのだった。 君と別れた時の最後の食事も湯豆腐だったなうん湯島の豆腐料理屋だったわでもあの時は店の主人が悪かったのよひどい味のおぼろ豆腐を出したのであなたが怒った湯島の豆腐料理屋で神崎はおぼろ豆腐を注文した 絞りたての豆乳に少量のにがりを加えて23回攪拌させたところをすくって食べるまだ固まりきらずさながら春のおぼろのような味を楽しむ料理だったそこから通称おぼろ豆腐というがその店では組豆腐と呼んでいた料理屋の主人が「正式には組豆腐です」と講釈を始めて 神崎は腹を立てた。おまけに、にがりの配分がよくなかった。にがりは食塩貯蔵の時に分離する液状にがりを使うが、この店では工業用の塩化マグネシウムを使っていた。それに気がついた神崎が文句をつけ、酒が入っていたせいもあって、店と喧嘩になった。店と言い争いをする神崎に愛想が尽きて、 千代子は神崎と喧嘩をした君が私をこの店に呼んだわけが分かりかけてきたあの時のことが気になって私を呼びつけたんだなそうじゃないわよ私とよりを戻そうっていうのか <laughs> 勘違いしないで。あなたに湯豆腐をご馳走したかっただけよ。<laughs> また喧嘩になりそうだな。神崎は苦笑いして豆腐を救った。確かに美味しい豆腐だ。こんな田舎町にこれほどの豆腐があるとは思わなかった。にがりの配分が絶妙だよ。 湯豆腐鍋の底に小さな切り昆布が沈んでいた湯が白濁してその昆布が見えなくなった昆布の布団に白い湯の敷布が敷かれている湯豆腐の昆布ってのは湯気の下の布団みたいだ湯に溶けてこの上で男と女に寝ろ 「神崎は千代を抱きたくなった」「湯豆腐の中に思い出しても思い出しきれない思い出が入っているのであった」「神崎はとろけ出した湯豆腐にごまだれじょうゆをかけてみた」 塩子の取り皿にあるた汁を使った口に入れた途端に舌の上にごまの風味が広がった豆腐というよりもフグの白子に似た味であったフグの白子がねっとりとしたごま入り醤油と合わさりくすぐられるような喉越しだった湯豆腐は似ているうちに味が変化してくるのであった 神崎はその豆腐を味わいながら千代子の目をじっと見つめた千代子は神崎と視線を合わせて得意そうに無言でうなずいた「こりゃんめえやじんじんと腹にしみる」そう言ってくれるとうれしいわ。 千代は満足そうに微笑んでから、ガスコンロの火を止めた。あなたがきっと喜んでくれると思って呼んだの。だけど、湯豆腐っていうのは、妙にしんみりさせていけねえや。ひ人もにはつらい味さ。これ男と女がつつく料理だよ。湯の中に豆腐と豆腐が浮かんで、肩を寄せ合っ 湯がたぎってくれば豆腐がつつき合う色っぽいもんだなんだか豆腐が六畳の部屋でイチャついているようで豆腐に焼いちまう千代子お前は新しい旦那と二人で湯豆腐を食べたりするのかい 食べやしないよ何つまんないこと言ってるんだい千代子は冷酒をもう一本注文したうちの旦那は豆腐嫌いさ豆腐は値が安いから貧乏人の食べ物だと言ってる豆腐を出すと機嫌が悪くなるへえー、なりきんだなだから私を囲ったんじゃないか勢力がつくものばかり食べている 夜も精力絶倫だろう、うん、あっちの方はもうだめさ私だってそんな気にはなれないしもうそんな話やめにしてよせっかく今夜はあなたとこうやって湯豆腐を食べて昔を思い出しているんだ千代子はコップ酒を飲んで「なんで昔から喧嘩ばかりしたんだろう」そのことばかり悔いているんだよ 今更取り返しはつかないけど私はたまに一人でこの店に来て一人で湯豆腐を食べてあなたを思い出していたんだ私にとってあなたの思い出は湯豆腐の中に染みてしまってるそれである時この店に入ろうとしたらうちの旦那が一人で湯豆腐を食べてるじゃないか あんなに湯豆腐を嫌いだった旦那が隠れるように一人で湯豆腐を食べていたその時はっと気がついたうちの旦那も死んだ奥さんとの間にきっと湯豆腐の思い出があるんじゃないかって神崎は 目頭が熱くなった湯豆腐ってのは化け物が住んでる料理かもしれないぜ何でもないように見えて鍋の底に昔の魔物が潜んでいる魔物じゃないわ天使よ思い出の天使が踊っているんだわ 千代子は懐から封筒を出したこれお返しします封筒の中に一万円札の束が入っていた5年前あなたに借りた30万円です少しずつへそくりを貯めてたのいいよ ああの金はあげるつもりだった。今更返さなくたっていい神崎は封筒を押し返した私ももらうつもりだったのだけどそれはいつかあなたとよりを戻すかもしれないと思っていたからさでももうそんなことはないんだそう思うとこのお金は返さなきゃ気が済まないんだよ 今夜の湯豆腐は私のおごりで利子のつもりさ神崎は火の消えた湯豆腐の鍋をじっと見つめた湯豆腐はとろとろに溶けて白濁した湯の中でわずかに原型をとどめていた借りたお金を返せば 私の思い出の中のあなたも溶けて消えてゆく <laughs> 男ってのは別れた女に金を渡してそれで思い出を消しちまうだろう。ところが女はそうはいかないんだよそうかいじゃあ受け取るよ 神崎は封筒を懐へしまったまだ豆腐が二つ残っているわ一つずつ食べましょう千代子はぬるくなった豆腐を網目のしゃくしですくって二人の取り皿に入れた昔は残った一つの豆腐を二つに割って食べたもんだそれが 昔のあなたの口説き文句だった一つ残った豆腐をあたしが食べようとすると豆腐ってのは二つに割って食べるもんだ <laughs> 俺はそう言ったよなそう <laughs> 今は残念ながら二つある他人だから 二つには割りませんよ。それからあなたはおぼろ豆腐が好きだったでしょう。春のおぼろのようにはかなくやるせない味がいいって言ってたわ。さあ食べてごらんなさいな。千代子は自分の取り皿の豆腐を口に入れてからもうあなたに会うことは二度とないわ。と言った。 すると居酒屋の入り口近くのカウンターで酒を飲んでいた男が千代子を振り返り「話は明日んだかい」と言ったグレーの作業衣を着た老人であった作業衣の胸にガソリンスタンドのイニシャルが印刷されていた「雪が降り積もらないうちに帰ろうや」と老人は言い千代子は「 はい、と返事をして立ち上がった。神崎はとっさに、その老人が千代子の旦那であることに気がついた。老人とはいえ、日焼けして赤ら顔の男であった。神崎は千代子の顔を見つめたが、千代子はもう神崎と目を合わそうとはしなかった。革のバッグを手にすると、振り向きもせずに老人の後をついていった。 テーブルの上によそられたままの豆腐が残されていた神崎はその豆腐をすするように飲み込んだぬるく人肌の豆腐がゆるっと喉を通っていったぬるい味が 喉元から食堂を通り胃に落ちていった千代子神崎は充血した目で外の雪を見合ったり。